リキュー邪魔はさせない。夢に向かって右に研ぎ澄ましたり澄ました顔しなり、その香りが好きだった。スミキ社消臭力の新作 CM で本格アクションに挑んだ西川貴教さん。撮影中、西川さんのオーラがすごく、カメラのズームでしか近づけなかったスミキ社は周囲の取材から始めることにした。スミキ社、まず西川さんの敵キャラには2種類の侍がいて、それぞれ位が違うことに気がついた。日本ですね、こちら。はい、日本だし、柄もあるね。はい、こっちの方が硬いですね。これもう柄ケースもね、ここ、はい、ここすごいね。もう大丈夫だね、うん、ほら、違うの。スミキ社、軽いし、身軽が、うん、まあ、足軽ですもんね。まあ、足軽ですけど、通り。これ結構、しっかりしてますもんね。そうですね。その違いが、ね、CM で見つけてもらえたらいいですよね。そうですね。また、鎧の着付けを担当していた女性から、サムライトリビアを教えてもらった。スミキ社、玉振り、魂を振るって書いて玉振りっていうらしいんですけど、で少しずつ、うん、揺れて精神をこう自分の中に集めてくる。それを武者振りの不面だっていう、まあ、諸説ありますか。諸説ありで。さらに今回のかっこいい衣装を制作した早瀬さんからお話を伺った。スミキ社、二次元の世界にいそうな三次元の人なんですよ。想像の世界で生きてるような仮想空間にいるような人間であって、でもそれは本当は実在するんだけど、どっか浮世離れした人であってほしい。いいなぁ。スミキ社、今回のアクションを監督した諸梶さんからも。スミキ社、いや思ったよりね、皆さん、あのやっぱ西川さん楽しくやってくれて、もう何でしょう、こういうの楽しんでくれる人じゃないとね、ご自分お好きなんでしょうね、あのこういうアクションというか、うん、そして撮影終盤、いよいよご本人の真横まで接近することに成功した。スミキ社、気配消すのうまいっすね。スミキ社、いや目立つ人いるじゃない。ずっと視界に入るメイキングの人。ここすごい上手。気がついたらいる。いるね。スミキ社、西川さんからお褒めのお言葉をいただいたスミキ社であるが、この撮影の2週間後、タイでの米当番の撮影でメインカメラに見切れるという失態を犯すことになる。スミキ社。